アサヒ、ちょっと止まりなさい。どうしたんだ？急用を思い出したわ。少しここで待ってなさい。あ、ことみって、レディオ会館に急用？なんだよ、たぶん。あら、ちゃんと待ってたのね。待ってろって言ったのお前だろ。それじゃ、これ持ちなさい。はぁ？なんだよこれ。雑貨よ。いや、そうじゃなくて、なんで当然のように俺に渡すんだよ。あら、喜ばないの？仕事を提供してあげているのに。仕事？荷物持ちよ。はぁ？喜びなさい。これでニートは卒業よ。それじゃ、次行きましょう。ことみ、お前休養って。ええ、休養よ。私はね、欲しい時に欲しいものを買うの。ですよね。次は本気法廷よ。中央通りだったかしら。あ、おい、俺はまだ付き合うとはって、はあ、それじゃ、そこで待ってなさい。え？いや、俺だって見たいものが。何を言っているの？何って、本気で買い物するんじゃないのか？違うわ。え、違うの？てっきりまた荷物持たされるのかと。さあ、クレープを食べましょう。クレープ？少し甘すぎるわ。まあ、こんなものなのかしら。あの、ことみさん、何よ。俺の分のクレープは、っていうか両手塞がってるんだけど。あら、食べたかったの？一人で食うやつがどこにいる。よかったじゃない、ここにいたわよ。珍しい体験ができたわね。したくないです。それじゃ、次に行きましょう。まだ続くのか。ああ、ちょっと待って。早くしなさい、裏通りの方よ。ああ、俺もクレープ食べたかった。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。服がうっ。で、次はどんな休養なんだ？ここよ、ラコスに行ってくるわ。え、ラコス？あそこってコスプレ衣装の店だろ？もしかして。勘違いしないでちょうだい。ただ洋服が見たいだけよ。はあ、なんだ。一体何を想像したのかしら。何もしてません。何よ。なんだ、何も買わなかったのか。だから言ったじゃない、ただ洋服が見たいだけって。なんだ、そっか。ていうかさ、別に全然休養じゃなくないか。休養よ。どうして？誰かが言ってたのよ。正しい世界にはね、楽しいことがいっぱいあるのよ。クレープを食べたり、可愛い雑貨屋さんで買い物したり、洋服だって見に行きましょう。それにね、やっぱり何でもないわ。ことみ、さ、荷物を運んでもらえるかしら。だから待てってば。
見つけた。え、なんだ。違う、あなたじゃない。私が用があるのは隣のあなたよ。隣のって。私？そうよ、あんたよ。琴美、知り合いか？知らないわ。知っていたとしても今から忘れるわ。勝手に忘れないでよ。あんたのせいで何もかもめちゃくちゃなんだから。めんどくさそうね。安心なさい、もう忘れてあげたわ。もう、何なの？なあ、琴美、本当に何も知らないのか？ええ、知らないわ。そんなことない、絶対にあんたよ。うるさいわね。今から喋ることを禁ずるわ。分かったら返事しなさい。何なのよ。見つけたわよ、あんたね、本当に最低。こんなところにいた。あなた、二度とあんなことしないでよ。そうですよ、本当にみんな迷惑してるんですから。あんたたち、何よ。とにかく、次にあんなことしたら、ただじゃおかないわよ。待ちなさい。待てって。なんで止めるのよ。本当に心当たりないのか？ええ、ないわ。あんな傲慢な女ども、見たくもない。だったら追いかけんなって。きっと誰かに間違えられてるんだろう。だとしても、不愉快極まりないわね。じゃあ探すか。何をよ。琴美が誤解されてる原因だよ。このままじゃ琴美だって気分悪いだろう。ふん、勝手になさい。そんじゃあ行くぞ。女の子たちに会ってちゃんと話を聞こう。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。妄想球に入るっち。おいらは留守番でいい。あんたたち、何しに来たのよ。お礼参りよ。お礼参り？まだこれ以上、私を苦しめるつもりなの？ああ、ごめん。琴美の言葉は気にしないでくれ。だけど、どういう意味だ？これ以上私を苦しめるって。どうもこうもないわよ。なんでユータはこんな女を。ちょっと、待ちなさいよ。なあ、ユータって誰だ？どこにでもいる名前じゃない。聞いたこともないわ。どっちだよ。まあいっか。それじゃ他の女の子も探してみるか。何を買うっち。足りないの補充しろっち。疲れたち。こんなところにいたのね。何よあんた、わざわざ追ってきたの？お礼に来たのよ。え、お礼？琴美、略すと意味変わるから。俺たちは少し話を聞かせてもらいに来たんだ。話すことなんて何もないわ。私はあるわ。今すぐひざまずいて謝罪しなさい。はあ？ふざけないでよ。しかもまた本当に可愛いのが余計にムカつく。ああもう、あんたのせいで匠が出て行ったのよ。なあ琴美。匠なんて知らないわ。ちょっとどういうこと？匠のことなんてどうでもいいの？本当にあんたマジで最低よ。最低なのはあんたね。顔も見たくない。瞳が汚れるわ。さっさと消えなさいよ。逃げるんじゃないわよ。ああ、逃がしておけって。ふん、二度と会いたくないわ。探し出して八つ咲きにしてあげる。探すなら別の女の子にしとけって。ほら、次へ行くぞ。
イントっち、忘れずにしとけっち。メイド喫茶はいかがですか？って、あんたはお土産を届けに来たわ。それメイド違いな。なんなのよ。なあ、教えてくれないか。なんで琴美に怒ってるんだ。あなた何も聞いてないの？何もって？やっぱり最低ね。そうやって金太のこともたぶらかしたのね。たぶらかす？あなた気をつけなさい。この女はね、悪魔みたいな女なのよ。うん、知ってる。だけどもういいわ。どうせ勝てっこなかったのよ。こんなに可愛いなんて反則じゃない。何だったんだ。で、誰が悪魔だって八つ咲きにされたいのかしら。だ、誰だろう。で、そうだ、琴美、金太って誰のことなんだ。だから、知らないわよ。だけど、たぶらかしたって。だから知らないって言ってるじゃない。興味もないわ、あるわけないわ。やっぱり人違いか。それじゃ、最後の一人を探しに行こうか。勝手に名前を呼ばないでちょうだい。よっぽど八つ咲きにされたいみたいね。だから待てって。今確かに琴美さんって言ったよな。真田琴美さんですよね。違うわ。違くない、お前は琴美だ。そして人違いでもないみたいだな。人違い？なあ、ちょっと聞いてもいいか。一体琴美に何をされたんだ。何って、それは。だから私は何もしてないわよ。そうですけど。でも。でも彼氏が私に興味をなくしたのは琴美さんのせいです。は？いきなり別れを切り出されたんです。それで理由を問い詰めてみたんです。そしたら他に好きな子ができた。相手は真田家のご令嬢だって。それ本当か？嘘なんてつきません。秋葉原にはそういう男がいっぱいいるんです。それじゃあもしかして。どうもこうもないわよ。なんでユータはこんな女を。ああもう、あんたのせいで匠が出て行ったのよ。うわ、やっぱり最低ね。そうやって金太のこともたぶらかしたのね。きっとみんな彼氏が琴美さんを好きになったんです。うわ、マジか。絶対にやめておいた方がいいのに。え？いや、その琴美に惚れた男たちだよ。だってさ、こいつって何が言いたいのかしら。なんでもないです。もうダメだ。あの人どうしたんだ。ほっときなさいよ。もう終わりだ。いや、ちょっと気になる。もしかしたら妄想者予備軍かもしれない。あの、どうしたんですか。ちょっとね、入稿の締め切り直前なんだけど全く作業が終わってないのよ。入稿って？大した仕事じゃないんだけど、その、ちょっとした漫画家をしているの。
漫画？入校は今晩、もう笑うしかなくて、こうして現実逃避をしているのよ。もうどうしたらいいのかしら。新しいユリ乙女のネタが出ないのよ。ユリ乙女？これじゃレプリカゲームの結末が書けない。レプリカゲーム？ことみ、どうしたんだ？間違いないわ。あなた、リリーメイデンの作者ね。私の作品を知っているの？ええ、毎週楽しみに見ているわ。だけど最近はテンポが悪くてダメね。いい加減マンネリなのよ。早く誰がレプリカなのか知りたいわ。それにあの8番目のユリ乙女って誰よ。いつもシルエットじゃない。ことみ、そのくらいに。だから早く頑張りなさいよ。ここからが正念場じゃない。え、ことみ？だけど今回ばかりはもう。あんた、ここで逃げ出すの？私ね、毎週楽しみに待っているのよ。だから逃げることを禁ずるわ。いい？わかった、わかったわよね。はい。なあ、ことみ、お前毎週楽しみにしてるんだよな。ええ、そうよ。キャラクターのデザインも可愛いの。だったらさ、もうちょっと応援の仕方があるんじゃないか。他に何があるって言うのよ。それは。あの、もしよかったら画材を買ってきてもらえないかな。実は秋葉原に画材を買いに来たの。まあ現実逃避を兼ねてだけどね。ことみ、これだ。俺たちで画材を揃えよう。本当に買ってきてくれるの？うん、いいですよ。だから先生はネタ出しを頑張ってください。ありがとう、助かるよ。なんとか頑張ってみるから。それじゃあ私は駅前のマクセルシオールカフェで作業してるね。なんで私が画材を揃えないといけないのよ。毎週楽しみにしてるんだろ。それはそうだけど。じゃあ手伝ってやろうぜ。だけど画材って何を買えばいいんだ？それなら中央通りのアニマートね。品揃えも悪くはないわ。わ、ことみ！ここにいてちょうだい。すぐに必要なものを買ってくるわ。おお、行ってらっしゃい。買ってきたわ。なんだ、早かったな。っていうか、何買ったんだ？原稿用紙とスクリーントーンよ。え？でも、それでいいのか？スクリーントーンって、いろいろ種類あるんだろ？これに間違いないわ。あの人が使ってるトーンならわかるから。お前詳しいな。それと G ペンも買ってきたわ。 G ペンって漫画を描くときに使うペンか。だけどあれも種類があるんじゃないのか。前にあの漫画家のポツッターで見たのよ。愛用してる写真を載せていたの。間違いないわ。へえ、写真見ただけでわかるんだ。ペンなんてどれも同じに見えるけどな。ペン先の太さが 0.1 ミリ違うだけで線の雰囲気が変わるのよ。そんなこともわからないなんて。これだからニートは。ニートは関係ないから。まあいいわ、これで必要な道具は揃ったわね。それじゃ届けに行くか。確か駅前広場のマクセルシオールだったな。どれか欲しいっち？二つ名を名乗るっち。
ああ、いたいた。いろいろと買ってきてあげたわよ。これでいいかしら。ああ、バッチリだよ。ジーペンもトーンもいつものやつだ。よくわかったね。どうもありがとう。お礼はいらないわ。ただのニートの暇つぶしだから。ひどい。それで、話の続きは思いついたのかしら。それはもうバッチリだよ。たった今、あなたたちのおかげでね。そっか。それならよかったです。だけど、私たちは道具を買ってきただけよ。ううん、あなたたちだから思いつくことができたのよ。だからさ、話を膨らませるために取材してもいいかな。え？取材？なるほどなるほど。琴美ちゃんはドールが好きなのね。そっちの朝日くんは大学中退のニートってことね。私たちの話なんかを聞いて一体何の意味があるって言うのよ。思いついたのってどんなお話なんですか？それはね、8人目のユリ乙女の正体、それは毒舌ゴスロリ少女なの。そしてその毒舌ユリ乙女のマスターはなんとニートの青年なんだ。だけど実は関係が逆でさ、マスターだと思っていたニートが実はスレイブなの。なんだか変わった話ね。ま、少しだけ期待ができそうな気がするわ。でしょでしょ、本当にあなたたちには感謝だよ。それじゃ頑張りなさい。漫画で読めるのを楽しみにしているわ。うん、ありがとね。まさか毒舌少女の下僕のニートって。どうかしたの？なんでもない。あ、そういうことね。え、気づいちゃった？ええ、気づいたわ。毎日がこんなんじゃ新刊が出ないじゃない。そっちかよ。メイド喫茶はいかがですか？ほらほら、そこのご主人様。どこへ行ってもご主人様って、これじゃゲシュタルト崩壊よ。俺は秋葉らしくて好きだけどな。何がご主人様よ。だったらもっと上品に振る舞いなさいよ。うちの吉野と大違いだわ。琴美はメイドにうるさいのか？別にうるさくないわ。ファッションメイドが嫌いなだけよ。どういうメイドだったらいいんだ？そうね、まずはご主人様の呼び方に愛を込めなきゃいけないの。どんな風に？それはワクワクって、あんた今私に変なこと言わせようとしたわね。いや、話の流れだ。包丁際が悪いわね。これだからファッションニートは。俺は好きでニートしてんの。だからそれがファッションニートよ。ファッションメイドと変わらないわ。いや、つかさ、お前もその口調なんとかならないのか？ならないわ。だって皿だけのご令嬢なんだろ。だったらお嬢様口調使えって。いやよ、そんなファッションお嬢様。それじゃなんならいいんだよ。別に今のままで困らないわ。ほら、いろいろと試すのもいいと思うぞ。例えばなんとかっちーとか。ダサ。っていうか、なんなのよそのなんとかっちって。ダッサ。これは方言っち、方言のピンクンアレンジっち。なんだ、そうだったんだ。てっきり可愛こぶってんのかと思った。ちちでーだ、琴美、俺は決めたぞ。いろいろな口調の人と話して琴美に合う新しい口調を探そう。だからなんでよ。その必要はないわ。私は私なの。理由ならある。何よ。俺が無駄に傷つかなくなる。はあ？それじゃあ特徴的な口調の人を探しに行くぞ。ちょっと待ちなさいって。
体何がなるほどなのかしら。琴美、にゃんにゃんだ。だ、待てって。待たないわよ。だいたい何よ、にゃんって。わかったわかったって。これ以上無理は言わない。だから一回だけ言ってみてくれ。おい琴美、冷やかしとか勘弁しろにゃん。セーブポイントですし、休憩になさいますか。光があるところに闇あり。すなわち、それは古からの定めと同義。闇ですって。おう、興味を持ったのか。汝は闇に何を求める。温かな眠りか、冷ややかな目覚めか。そうね、私が求めるのは温かな目覚めであり、冷ややかな眠りね。おうおう、最近朝は肌寒いのよね。そのくせ夜はまだ暑かったりするの。それが答えか。ならば汝のためにその両方を願うとしよう。ええ、そうしてくれるかしら。ダメだ、こいつら普通に会話成立してる。妄想宮ですね。お入りになられますか。よ、元気か。あ、朝日様じゃないっすか。どうしたんすか。いや、ちょっとした用事だ。こいつにいろいろな口調を教えようと思ってさ。なあ、琴美。って、あれ？もう行っちゃったっすよ。あ、琴美！待てって琴美。ほら、なんとかすって言ってみてくれよ。殺す。へい。どの口調もダメか。だから最初に言ったじゃない、どれも最低よ。特に変態ピンク、チー、あれでキャラ付けしてるつもり。みんなそんなに自己主張したいのね。自己主張はお前のが激しいぞ。そんなことないわ。そんなことあるって。だけど一体どうしてそんな口調なんだ。知らないわよ、そんなの考えたこともないわ。それはお嬢様がお嬢様だからですよ。ヨシノ、あのヨシノさん、琴美って昔からこんな感じなんですか。ええ、さようでございます。もしかしてヨシノさんが甘やかしたからじゃ。朝日、もしかしてヨシノに文句でもあるの。ありません。もう吉野さん、これは失礼いたしました。ですがきっとこれがお嬢様なんです。どういう意味です。だってほら、思い浮かべてみてください。ご主人様、何なりと申し付けくださいませ。オイラコトミッチ、冷酷無比なポイズンドールっち。どうしたにゃん、もしかしてやつ裂かれたいのかにゃん。オス、コトミス、これからもよろしくっすよ。なんか違う、こんなのコトミじゃない。そういうことですよ。一体何の話をしているの。琴美ごめん、俺が間違っていた。お前は今のままでいいからな。は？
一体どこにいるのかしら。どうしたんですか。うちの子が迷子になっちゃったの。電話に気を取られていたら逃げられて。あんた最低ね。琴美、親だったらしっかり見てなさいよ。それにその言い方が気に入らないわ。何よ逃げられるって。子供はペットじゃないのよ。そうじゃなくて。言い訳は聞きたくない。行きましょう、朝日。どこへ。私たちでその子を探すのよ。本当ですか。あんたはそこで待ってなさい。もしかしたら戻ってくるかもしれないもので。性別は、名前は。とても可愛い女の子で、花ちゃんって言います。それだけ分かれば十分よ。それじゃさっさと探しましょう。ごめんなさい、あいつ急に怒り出したりなんかして。ちょっと訳ありなんです。お嬢様が幼少の頃より海外にて生活をされていたのです。ご帰国なさるのも年に一度だけ。そんな生活が10年以上続いております。当然寂しくないわけありません。その寂しさを私では埋めることができませんでした。必ず見つけますね。セーブポイントです。こまめに記録しましょうね。妄想球にご用でしたら万全の準備をしましょう。花ちゃん、小さくて可愛かったな。やはり私の解釈に間違いありません。花ちゃんこそ300年に一人の逸材。ちょっとあんたたち。なんだお前たちか。君たちは一体。そんなことどうでもいいのよ。あんたたち花ちゃんを知ってるのね。このアイドル研究会の細川細美が知らないわけないでしょ。は？まさか本物の花ちゃんを拝めるなんて。どういう意味。どういうって ACQ48 の神田花子ちゃんのことでは。マスクで顔を隠してたけど、あれ絶対に花ちゃんだった。紛らわしいのよ。失礼な女子ですね。ああごめん、俺たちちょっと人を探してるんだ。花ちゃんっていう小さな女の子なんだけど、知らないよな。僕はロリコンじゃないよ。私の辞書にも登録されていませんね。一体どこのアイドルなのでしょうか。朝日、時間の無駄よ。わあ待てって。二人ともごめんな。それじゃあ俺たち急いでいるから。セーブされますか。お間違いなさらぬように。花ちゃん、かわいかったな。ねえ、今なんて言ったかしら。いきなりごめんな、ネクラ君。俺たちさ、その花ちゃんを探してて。あんた、花ちゃんを知ってるのね。知ってるよ。さっき一緒に遊んだから。遊んだ。ねえどこでよ。落ち着けって琴美、またさっきみたいな勘違いかもしれないぞ。なあネクラ君、その花ちゃんってどんな子だったんだ。小さくて とても人懐っこくて かわいかったよ。それ花ちゃんじゃない。何か変なことしてないわよね。一緒に遊んだだけだよ。なでなでは したかな。許せないわ。なあネクラ君、花ちゃんとはどこで遊んだんだ。そこの路地裏だよ。ありがとなネクラ君。だけど撫でたりなんかしてたらいつか捕まるぞ。気をつけろよ。ど
どうしてかな。路地裏ってここかしら。だけどどこにもいないな。もしかしてさらわれたとか。そんな。花ちゃんどこ。隠れてないで出てきなさい。おーい花ちゃん、ママが探してたぞ。って出てこないか。まさか本当にさらわれたんじゃ。縁起悪いこと言わないでよ。そんなこと考える暇あったらもっと探しなさい。ごめん。ねえ花ちゃん、お願い、いるなら返事して。猫。花ちゃんどこなの。ねえ花ちゃん。琴美、足元。何よ、ただの猫じゃない。いや違うんだ、見てみろよこの猫の首輪。首輪くらい今時の野良猫はしているわ。ほらいい子だ、ちょっとだけ抱っこさせてくれな。ああやっぱり。琴美、これを見てみろって。この首についてるプレートだよ。花子。それが花ちゃんの正体。4歳くらいのとっても可愛い女の子だ。はあ、何よそれ。俺たちが早とちりしてたみたいだな。ま、見つかってよかったじゃねえか。ああよしよし。はあ、呆れた。それじゃ飼い主に届けに行こうぜ。セーブされますか。お間違いなさらぬように。飼い主さん。花ちゃん。あーよかった、花ちゃんが帰ってきた。まったく紛らわしいのよ。最後まで話を聞かなかったのは琴美だぞ。ふん、あの本当にどうもありがとうございました。お礼はいらないわ。その代わり一つ命令を聞きなさい。命令ですか。これからはしっかりと見てなさいよ。絶対に一人きりにするんじゃないわよ。はい、もちろんです、約束します。それじゃ行っていいわ。誰だって一人は寂しいの。琴美。何でもないわ。そっか。そうだ朝日、あんたにも一つ命令があるのよ。え、俺。これから毎日花ちゃんを探すのよ。はあ、こんな毎日なんだから当然じゃない。あけみさんに相談してみます。あの朝日様、少しだけお時間よろしいでしょうか。どうしたんですか。お嬢様のために作るお菓子の材料を買いたいのですが。さすが本物のメイドさんですね。琴美のためにお菓子まで作るなんて。お嬢様のお世話は私の役目ですから、朝食も夕食も喜んでお作りいたします。それじゃあもしかして琴美って家事したことないのか。何か問題でもあるのかしら。家事なんてできる人がすればいいのよ。吉野さん、甘やかしすぎたらダメですよ。これでも家事の仕方を教えているのです。お嬢様の将来のために。だからいつも言ってるじゃない、結婚する気なんてこれっぽっちもないって。結婚。はい、いつかの時のために花嫁修行は大切だとお話ししているのですが。なんだ、びっくりした。ふん。私の話はどうでもいいわ。それよりお菓子の材料を買いたいんでしょ。そうですね、早速お買い物に。あ、どうしたのよ。今朝
お屋敷のガスの元栓を閉めるの忘れてしまったかもしれません。珍しいこともあるのね。申し訳ございません。一度お屋敷に戻らせていただきますね。それでは失礼いたします。あれ、何か落としていったぞ。お嬢様のお菓子レシピ。こんなものまで落とすなんて、今日の吉野はなんだかちょっと変ね。お前がこき使いすぎて疲れちゃってるんじゃないのか。ふん、そんなことないわ。ま、せっかくだし俺たちで材料買っとこうぜ。どうせ琴美が食べるもんなんだろう。それもそうね。その方がおやつも早く食べられるわ。じゃあ決まりだな。とりあえず UBX のスーパーに行くか。セーブポイントですし、休憩になさいますか？で、何を買えばいいんだ？ネギ、卵、うどん玉、かまぼこ。はあ？だって、ここに書いてあるのよ。本当だ。つか本当にお菓子の材料なのか。何よ、吉野を疑うの？絶対に違うと思うんだけど。吉野はね、どんな料理でもできるのよ。普段どんなお菓子を作ってくれるんだ？洋菓子も和菓子も、それに聞いたことのないようなものも作れるのよ。へえ、やっぱり吉野さんは本物なんだな。ふん、当たり前じゃない。だって私のメイドだもの。これで食材は揃ったわね。じゃあこれで終わりか。いえ、まだよ。他にも書いてあるわ。だけどこれは一体何かしら。フライ返し。え、お前何言ってんだ。それ調理器具だろ。そう。で、どこで売っているのかしら。それなら本気ホーデでいっか。行こう、中央通りだ。妄想宮にご用でしたら万全の準備をしましょう。それじゃあ買ってくるわ。ちょっと待てって。お前、フライ返しがどんなものか知らないだろう。つかどんだけ料理できないんだ。失礼ね。料理くらいできるわ。カップラーメンだろ。違うわ、鮭よ。焼けるのか。何を言っているの。鮭といえばおにぎりよ。ああ、驚いて損した。あとは昆布も得意ね。どうせそれもおにぎりのことなんだろう。ええ、もちろんよ。昆布なんてそれ以外に何があるのよ。いろいろあると思うけど。ないわ。なあ、吉野さんっていつもどれだけお世話してくれてるんだ。普通のメイドよ。お茶を入れてくれたり、お菓子を作ってくれたり、食事の準備に掃除、それに洗濯もゴミ出しもしてくれるわ。吉野さんも大変なんだな。いっぱい買ったわね。なあ、これはどういうことだ。何って、書いてあったものを買っただけよ。シャンプー、リンス、洗剤、入浴剤、ティッシュ、ゴミ袋、たわし、歯磨き粉って、お菓子関係なくねえか。だって書いてあったのよ。それじゃさっさと家に運びましょう。ジャンク通りの方よ。さまざまなものを取り扱うお店のようです。セーブポイントですし、休憩になさいますか？妄想宮ですね。お入りになられますか？アパレルショップですね。私には不要ですが。お嬢様。
あら、ようやく戻ってきたのね。安心なさい、買い物は終わったわ。どうもありがとうございます。俺もついていたからきっと大丈夫だと思います。ふん、このくらいの買い物一人でもできるわ。お嬢様、その息ですよ。どの息よ。あ、もしかして吉野さん。いえ、私は何も知りません。慌てていたらメモを落としてしまいました。そうしたらメモを拾ったお嬢様たちが代わりにお買い物をしてきてくださいました。たったそれだけのお話ですよ。お使いが花嫁修行って。どんな時でも一歩ずつです。ねえ、何の話をしているのよ。お嬢様のお話ですよ。ねえ朝日、あんた時間あるわよね。あると言いなさい。急にどうした？少し探したいものがあるの。お箸やお椀を売ってる場所に連れて行きなさい。なんだよ、珍しいな。文句でもあるのかしら。いいから早く案内しなさい。それだったら目の前のエトリはどうだ？ここなら置いてると思うけど。ここは前に見たわ。別の場所は知らないの？ああ、そうだな。探してるのっていわゆる和風なやつ？ええ、そうよ。だったら吉野さんに聞いてみるのはどうだ。あの人古風なの詳しそうだし。吉野はダメよ。ああ見えて洋風が好きなの。え、そうなんだ。ええ、私が言うんだから信じなさい。それだったら和物に詳しそうな人に聞いてみるか。すみません。Yes, Japanese。 なんで観光客なのよ。ほら、お土産に詳しいかもしれないだろ。ふん、それもそうね。この辺りで和風なものとか売ってる店を知らないかしら。おお、まさしく大和なでしこ。黒髪、ロング、これぞ日本のレディーね。は？ So cute。 一緒に写真撮ってもいいですか？ダメよ。Oh, no! それよりもあんた、お店を知らないかしら。早く教えなさい。Yes, 知ってます。さっき免税店で買い物しました。なるほど、免税店ね。中央ストリートの脇がおすすめね。朝日、行ってみましょう。 Goodbye! 大和なでしこ。ありがとうございました。ここに売ってるのね。あ、琴美？なかったわ。出てくるの早いな。ええ、当たり前じゃない。どれなら喜ぶか熟知しているもの。もしかして誰かへのプレゼントか？違うわ。それより別の場所を探すわよ。他には知らないの？どこだろう。ジャンク通りなら何か見つかるかも。
いたな。何でも売ってそうな人だ。ねえあんた、何か和風な小物は売ってないかしら。あるよ、何でもあるよ。さあどれがいい？何でもって何があるのよ。まずはこれね、戦国時代の湯飲み、しかも金箔。悪趣味ね。だったらこれよ、平安時代の屏風、サインもついてるわ。好みじゃないわ。それじゃあこれしかないわね。鎌倉時代の大仏よ。話にならないわ。営業妨害反対。ごめんなシャレ子さん。まあ琴美、お前って何が欲しいんだ。別に何だっていいじゃない。それじゃあ朝日、エトリに戻るわ。電気街口よ。なんだ結局戻るのかよ。何か文句があるのかしら。あるって。まあいいよ、さっさと買い物済ませようぜ。服が売ってるっち、オイラもおしゃれするっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。着いたけど入らないのか。どうしようかしら。やっぱりさっきのお店をもう一度。そんなに真剣に悩むってことはよっぽど大切なプレゼントなんだな。だから勘違いしないでちょうだい。私がいつプレゼントって言ったかしら。行動がそう言ってる。少し歩きたい気分だったのよ。だけどダメね、歩き回ったらお腹が空いてきたわ。それでしたらお嬢様、ちょうど良いものを用意してあります。何を用意してあるのかしら。お饅頭です。それにお抹茶もございますよ。そう、素敵じゃない。それじゃおやつにしようかしら。はい、お嬢様。饅頭に抹茶って、どっちも和風な食べ物じゃん。やっぱり琴美の探し物って吉野さんへの贈り物だよな。どうしたんだ琴美。そういえばここであんたに初めて会ったのよね。そっか、そうだったな。なんで覚えているのよ。はあ、あの時私は言ったわよね、私の存在を記憶することを禁ずるって。その後お前は言ったぞ、忘れるんじゃないわよって。言ってないわ。はいはい、あの時は吉野さんもすごい心配してたっけ。私がお嬢様のことを心配するのはいつものことですから。いつもってそんな。そんなの物心がついた時からよ。そんなに小さな頃から。お嬢様のそばにいるのが私の務めですから。そっか、二人はそんなに古いんですね。ですがいつかお嬢様は私を必要としなくなるでしょう。吉野さん。何言ってるの吉野。私にはね、吉野が必要なの。そうおっしゃっていただけて光栄です。ですがいつかお嬢様も。ふん、吉野は何も分かってないわ。いいでしょう、教えてあげる。私にとって吉野がどれだけ必要かをね。まずは美味しいコーヒーが飲みたいわ。駅前広場のマクセルシオールへ行きましょう。お嬢様。琴美のやつどうしたんだ。もう早急にご用でしたら万全の準備をしましょう。吉野、ブラックコーヒーの S が飲みたいわ。
ああ、それだったら僕が琴美ちゃんの分も買ってくるよ。あ、待ちなさいよ。瑞希な、昔からああいう性格なんだ。はい、琴美ちゃん。一応礼を言っておくわ。やっぱりコーヒーといえばブラックよね。お砂糖は何個欲しいのかな。だからブラックって言ってるじゃない。もう無理しなくていいんだよ。だって欲しそうな顔してるもん。ふん。それじゃあ10個もらえるかしら。え、10個？そのくらい普通じゃない。それとミルクも欲しいわね。ねえ、それだったらカフェモカとか頼んだ方がいいんじゃない。カフェモカ？何よそれ。それはね、楽しそうで何よりです。吉野さん、今のお嬢様はご友人と一緒にコーヒーを飲むことができます。それに新しい世界を教えてくださるご友人もできたんです。吉野、次へ行くわよ。中央通りのゲームセンターよ。はい、お嬢様。ねえ、どうして吉野さんは全然楽しそうに見えないよ。セーブポイントですし、休憩になさいますか？よしな、次はここよ。いいぜ、相手になってやる。なんであんたなのよ。俺と勝負するのが怖いのか？ふん、いいわ、八つ咲きにしてあげる。覚悟なさい。お嬢様、実に楽しそうです。だけど吉野さんは寂しそうに見えます。これが親心というものなのでしょうか。親心？お嬢様と一緒にゲームをする、そんな素敵なご友人もできました。やはりもう私は、だから少し寂しくもあるんです。吉野さん。まあこれが当然の結果ってやつだな。はあ、気づかないの？わざと負けてあげたのよ。あ、なんだと？ほら、そうやってすぐムキになる。私は子供じゃなくて大人の女なの。ふん、料理もできないくせに何が大人の女だよ。できるわよ、料理くらい。だったら作ってみろよ。いいわ、見せてあげる。それじゃあ食材を買いに行きましょう。次は UBX のスーパーよ。それじゃ買い出しに行きましょう。どうしてよ。琴美さん一人じゃちょっとだけ心配ですから、一緒に行きましょうね、琴美さん。もうお嬢様なんて呼べないな。これでお買い物も大丈夫でしょう。二人ともどうしたんだ。ざっとこんなものね。素晴らしいですお嬢様、ちゃんと食材が買えたのですね。ええ、当然じゃない。でしたらやはり私は。吉野、何が言いたいの？ですから私は。私にはね、吉野が必要なのよ。吉野がいなきゃ何もできないのよ。おい、こと朝日、口を挟むな。レイジ。お嬢様、
何よ。今日は一日お嬢様にお付き合いいたしました。それがどうかしたかしら。ですから最後に私にお付き合いしていただけないでしょうか。あら、行きたい場所があるのかしら。はい、ございます。どこよ。お嬢様の妄想宮でございます。え、すべての妄想がお亡くなりになる前にもう一度お嬢様の世界を見させていただきたいのです。どうして。お嬢様が私を必要としてくださるように、私にもお嬢様が必要なんです。それを確かめたくて。あら、そう。だったらいいわ。さっさと行きましょう。どうして妄想宮なんだ。セーブされますか。お間違いなさらぬように。妄想宮ですね。ここで最後よ。どう、満足したかしら。はい、満足いたしました。それで分かったのかしら。どれだけ私が吉野を必要としているか。はい、はっきりと分かりました。ならこれからもそばにいなさい。いえ、それはできません。どうして。私はお嬢様に必要とされて本当に嬉しかった。心から嬉しかった。だけど違ったのです。どういう意味よ。本当は違っていたのです。お嬢様が私を必要としていたのではなく、私の方こそがお嬢様を必要としていたのです。おい、どういうことだ。答えにたどり着いたってことさ。ねえ吉野、これは一体どういうことなの。お嬢様は私を必要としてくれた。だからこそ私は生まれることができたのです。お嬢様がいなかったら私は存在することすら許されなかったのです。嘘よ、そんなの。だってずっと一緒だったじゃない。はい、ずっとご一緒でした。私とも、そして妄想が侵食する世界とも。それじゃあ私が妄想に気づけたのは吉野がいたからだって言うの。ようでございます。どうしてよ。どうして吉野なのよ。それはきっとお嬢様が寂しかったからでございます。そしてもう私という存在は必要なくなりました。お嬢様にはたくさんのご友人ができました。ですからきっともう大丈夫です。いやよ、どうして。どうか終わらない今日が終わる前に私を壊してください。ねえ、なんで。きっと私が存在していたらお嬢様はずっと現実と妄想の狭間で揺れるでしょう。そして終わらない今日が終わったら私が妄想であることも忘れてしまうでしょう。ですから今しかないのです。どうか私を壊してください。そんなの嫌よ。だってまだプレゼントだって渡せてないのに。でしたら
そのプレゼント、今ここでいただけないでしょうか。ないわ。だってまだ買えてすらいないのよ。買う必要なんてございませんよ。え？だって私が一番欲しい贈り物はお嬢様の独り立ちなのですから。そんな。私が消え、お嬢様が独り立ちをする。それが私のメイドとしての最後の務めです。ヨシノ。お嬢様、これは最初で最後のわがままです。最高のプレゼントをいただけないでしょうか。本気なのね。はい、私はいつでも本気です。わかったわ。ありがとうございます。お嬢様、私から最初で最後の最低で最高のプレゼントを送ってあげる。朝日、構えなさい。いいんだな。ええ、派手に行きましょう。一生忘れられないくらいにね。一名のみですね。すぐに消えられる。これが本気だ。さあ、ミズキ、始めましょう。ここからが本番です。 20D だけでそのまま決めましょう。 50D の計画です。素晴らしい動きです。行きます。その特攻に対戦があります。 99D と人が言葉にできません。できるんだ。これでどうかしら。ありがとうございます。お嬢様、一生忘れられない素敵なプレゼントになりました。それじゃあ最後に私の命令を聞いてもらおうかしら。はい、何でしょうか。終わらない今日が終わるまでずっと私のそばにいなさい。はい、それが最後の命令よ。もちろんですよ、お嬢様。だって私はお嬢様のためのメイドですから。